はい、こちらの動画はですね、俺が皆さんの質問に次々と答えていきます。じゃあ次の質問、あやさん質問です。海外のディズニーパークの良さ、日本のパークの良さ、それぞれ教えてください。これはいい質問だね。海外パークの良さでしょ。これはね、もう本当にね、ちょっとこの2分3分ではね、言い表せないくらい語りたい。もうね、日本の良さ、海外の良さ、日本の良さはね、俺その正直15周年ぐらいかな、まあギリ C のあの25周年か、あれぐらいまでかな。日本はね、だん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 やっぱりみんなショーパレの街が増えたり、キャラクターグリーティングの人がどんどん来たりとかして、なんか俺がね昔思い描いてた理想の楽しみ方ってなるんだけど、その昔味わった昔の楽しみ方、味わい方が正直今できなくなってるのね、やっぱり。でみんなにとって、例えば30周年とかここ15周年で年パ作ったっていう人にとっては、今この景色や今体験できてることが普通で当たり前だと思うんだけど、やっぱ俺は15周年とか10周年の頃から年パス作ってるので、昔に比べるとやっぱちょっと昔思い描いてた時ほど今のパークは物足りなさを感じてます、正直言って。例えばグリーティングの1章とかグリーティング2章取ったりするのも、昔に比べて今はすごいやっぱ申し訳ないけどストレスが溜まるのね。でパークの方もグリーティングやっぱ減らしてるじゃないですか。例えばトゥーンタウンのミニちゃんなんて、昔ノラで普通にフリーで徘徊してて、クリスマスクリスマスになるとクリスマスとマフラーつけたり、手袋をしたりしてパークにいたんだけど、今トゥーンタウンのミニちゃんはノラで出なくなっちゃったし、であとショーね、ショーも各テーマランドに本当はステージがあったのね。トモローランドはトモテラステージ、ファンタシーランドはイッツ・ア・スモール・ワールドステージ、ウエスタンランドはラッキー・ナゲットステージってあって、それぞれのステージでショーをやってたんだけど、今そういうのもやらなくなっちゃいました。おそらく旧エリア、要は待機ですね、待機場が作れなくなったり、あとやっぱりキャラオタダーモタが殺到しておそらく回せなくなったからだと思うんですよね。だから15周年ぐらいまではキャラクターグリーティングもあとショーも今ほど過熱でヒートアップせずに楽しめました。でところが今はちょっとあまりにも人気が出すぎて人が殺到して、キャラグリもショーもまあできなくなってますよね。で海外に行くとキャラクターダイニングやグリーティングも日本ほど混んではないんですね。結構ゆったりしてます。まあ香港とかやっぱ混んでるんだけど、日本から遠くなればなるほどやっぱ空いてます。でただね、パリのディズニーランドとかでもやっぱ人気のあるキャラはやっぱ並ぶんだけど、まあそれでも日本ほどではないですね。まあどうだろう、香港に行ってもね、並んで 2,30 分じゃないかな。でアナハイム行ってもやっぱ並んで 2,30 分ですね。なのですごい空いてます。あとはやっぱ海外はなんか緩いんですよね。またこれ別の動画で話したいんだけど、まあちょっと軽く言うと、あーでもねちょっとごめん軽く言えないな、話すと重くなるんで、とりあえずグリーティングが空いてる。あとやっぱりね聖地だなと思いますよ。アナハイム行くとやっぱりね聖地で、やっぱ全てのディズニーランドの原点だなと思います。本家ディズニーがあこういうパークにしたいんだなっていうのがなんかビンビン伝わってきますね。で日本とアメリカのその国民性の違いもあったりするので、やっぱ同じパークを日本で持ってくるのはやっぱ難しいんだなと思いました。まあ日本はね東京にあるし、日本の国民性もあったりするから、やっぱりアメリカ行くとアメリカならではってやっぱアメリカのものだなと思うので、ぜひ皆さんにはアナハイムのアメリカのディズニーランドはぜひ体験してほしいですね。
はい、海外パークの魅力はですね、またいつか別の動画で語ってみたいと思います。はい、あやさん質問ありがとうね。これはいい質問でした。ありがとうございます。